はい。こんにちは。あの、次に紹介する漫画は、この、私と彼女のお泊まり映画っていう漫画ですね。この漫画は、あの、クラゲバンチで、2016年の6月から2018年の2月まで、あの、連載されてた漫画なんですけど、まあ、あらすじとしては、この、佐藤小春っていう女の子が、黒沢真由美っていう女の子の家に、毎週、あの、DVD を持って行って、あの、一緒に、一緒になんか見た、 あの映画の感想を伸び合う伸び合って過ごすっていうだけのあのまああの単純であのなんかほのぼのとした漫画なんですねあの読む回数を重ねるほど面白くなっていくっていうかちょっとあの 細かい小細工にあ、小細工とかそういうのに気づいて、ああ、こういうこと言いたかったんだ、こういうことをやりたかったんだなっていうのが、あの、結構分かってたりとか、映画のモノマネをなんか、あの、まあ。 へあ、下手くそながら、二人でなんかやや、やり合ってるところも、あ、多分こういう風にやってるんだろうな。まあ、やっぱ、あの、漫画なんで、あの、動きがないんじゃないですか。動きがなくても、あの、その映画を知ってたら、あ、多分こういう動きしてるんだろうな、っていうのが想像できるところも、また、あの、面白い漫画ですね。で、あの、漫画も、あの、ま、まあ、なんか、一時停止とかして見てもらえれば、ありがたいんですけど、まあ、 結構有名どころが多いんですよ。まあ、有名どころが多い上に、あの、例えば、結構あの、最後の方に、例えばここに、あの、まあ、映画の情報ですね。1995年のインドで作ったやつとか、あらすじとか書いてるんで、 あの、この後ろだけ見て、あ名前だけ見てあ、ピンとこなくても、この漫画のあらすじの部分を見れば、ああ、わかるわかる、そういえばなんか、あの、木曜ロー,ドロードショーでやってたなとか、日曜ロードショーでやってたなとか、結構あの、テレビでも放映されてますし、ゲオとか、まああの、少なくとも、ツタヤにはあるような、まあ、 すごい、あの、マイナーな、あ、マイナーじゃなくて、メジャーな映画ばっかり、あの、揃えてるんで、あの、その辺も、あの、あの、すごい面白いですね。で、あと、ま、こんな風に、あの、パンズ・ラビリンスっていう、ま、あ、あの、映画の紹介の時も、こんな風に、あの、手に、あの、目玉書いて、お互いにやってるところとか、あの、 いやまあ、言うところも結構、まあ、細かいところがなんか結構好きなんですけど、まあ、この、まあ、星レビューとかも、まあ、大体、やっぱ、あの、これ見ながら、ああ、ああこういう風に評価してるんだなっていうところも面白いところですね。